器屋さんで、いうえわお。今度は明るいじゃん。今度は明るいじゃん。よいしょ。はい。いいね。器屋さん店長須藤です。今日は食器紹介、陶器市、季節によって狙い目が変わる、その3つのポイントについてお話をしたいと思います。陶器市ですね、まあウェブもあったりですね、リアルもぼちぼち秋になって、復活をしてきたりしてますよね。なので今日はその陶器市に行った時にですね、頭に置いておいた方がいい3つのポイント、つまり何を買うかを決めていった方がいいんですけど、その時に頭に入れておいた方が3つ、いい3つのポイントについてお話します。ちょっと質問をしてもごめんなさい。それでは3つのポイントを先にお話をもうしちゃいましょう。季節もの、いつも使えるもの、お気に入りのもの、この3つのポイント、この3つのポイントを頭に入れて会場に行けばきっと楽しめます。これから詳しく5分ほどお話しますから、ぜひぜひ最後まで聞いてくださいね。それでは3つのポイントについてお話します。1つ目はシーズンものですね。今これちょっと撮ってたまたま秋深しっていうシーズンなのですけども、そうするとですね、まあ、鍋のもの系ですね、鍋ま周りものとかですね、温かいものを食べるもの、保温するもの、耐熱食器、当然私たち出店側、それから窯元さんたちも当然ですけど、秋冬に向かってのものを秋には出してきます。季節感があるものを出してくるので、こういったものが豊富で選べます。なのでシーズンものっていうのはまずおすすめです。で、逆に夏に向かっていくときは結構その、白っぽいものとかですね、生地っていうといいかな、素材の薄いもの、軽いもの、そういうものが結構ね目立ちますし、5月の陶器市だと結構まあうち陶器売っててあんまり言っちゃいますが、ガラスとかやっぱりね結構出てくるんですよね。ちょっと後ろに映ってますけど、ガラスとかも売れたりしますけども、そういうシーズンものはその季節らしいものは豊富にあるので、まずそれを一つ目は狙った方がいいよっていうお話です。二つ目ですね、二つ目のことは正反対で、いつも使えるものいつも使えるものはちょっとね、その中であえて二つに分けたいです。いつも使えるもの、一つ目っていうのはいつも使うアイテムっていいかな、いつも使う大きさ形、例えば取り皿と取り鉢みたいな、取り皿と取り鉢みたいな、暗くなるんですけどみたいなもの、これが一つね言えると思いますね。まあ永久不滅っていうか、ずっと変わらないものの一つとしては、アイテムとして年がら年中使ったり、割と定番でずっとお家でやるもの。もう一つのいつも使えるものっていうのは、例えば写真を撮ったりした時に映えるものですね。もう一つの類の使えるものっていうのは、こういう写真映えするためにも使える器。こういったものがいつも使えるものの2種類になります。もう一度言いますね。いつも使えるものは、いつも使えるような本当に普段使いできるアイテムで、色も形も、それからもう一つはちょっと写真撮ったりとかですね、インスタで写真上げたりとか、なんかかっこよく見えるような、まあ、いわゆる映える器ってですね、っていうもの の2番目としては、 A と B があると。いつも使えるって言っても、その実用的なっていうとちょっとかっこいいというか、ちょっと洒落ているっていうか、そういうものを狙うといいですよと。これはもう常時あるので、もう本当に例えば売り場があれば6割7割はこれらの商品ですので、ぜひ探していただいてます。そして3つ目はちょっと今ここにないものをあえて言いますけれども、陶器市に行ったら自分でもなるべくアイテムを決めた方がいいんですけど、お気に入りのものを探すということです。この3つ目がね、ちょっと今回の私的にはポイントですね。お気に入りの、この器を使ったら気分が上がる、この器を使うと、まあご飯を作るのが、苦じゃなくなるというか楽しくなるとか、
そういうちょっと自分の心を打つような、心を打つっていうか打たれるというか、ドキドキワクワクするようなもの、そういうものをですね、ぜひ一つ、こういう陶器市がいっぱいある中で、こう食器がいっぱいある中で見つけてほしいんですよね。で、ワクワクするものを、まあ、ある程度は考えてですけど買っていただけると、陶器市は楽しいもんだなっていうふうに残るので、さっきね、きちきちきちっとしすぎるのもまたね、いろいろ楽しくなかった、楽しくなかったでもないですよ。食器選ぶのは楽しいと思うんですけども、ですけども3つ目としては、お気に入りのものを探す。例えば今回はフリーカップ、例えば僕の場合だと焼酎がを水割りとかお湯割りにするちょっと大きめの陶器のカップみたいなものとかですね、そんな感じで一つこう、なんかぼんやりですけど頭に決めていくと、それがこう目に入ってきますから、あ、カラーバス効果って言うんですけど、目に入ってきますから、ぜひそうやってみて、お気に入りのものを見つけに行くっていうのも陶器市の本当は一番の楽しみではないかなっていうふうに思います。さあ、もう一度復習しましょう。今日は食器紹介、陶器市季節によって狙い目が変わる3つのポイントをお話しました。1つはシーズンもの、2つ目はいつも使えるもので、 A と B があって、いつも使うアイテム、普通の、それからちょっと映えるアイテム、ちょっとワクワクする、そして3番目はお気に入りになって、これからなんかずっと使っていきたいなと思うもの、この3つをですね、頭にちょっと入れて、陶器市の会場に足をぜひお運びくださいね。まだ秋深しですが、実際に陶器市をやっているところもまだまだあります。ぜひあなたも現場で触って、めでて、見て、欲しいものがあったらゲットしてくださいね。はい、器屋さん店長須藤慎一でお送りした器屋さんチャンネル。本日はここまで。良い陶器市ライフを。じゃあ、またね。